それではガリボルディのルート小練習曲オーパス131かわいい練習曲のナンバー1の方を解説していきます。まず最初のところなんですけども、この今ピンクで弾いたところまでっていうところと、この水色で弾くところっていうのは、ここ今いろいろこうスラーとかたくさんついてますけど、こう一つのフレーズのように演奏するのがいいと思います。ちゃんとここのところは、タンギングのところ、ここ今 T って書いているところはこうタンギングしていくんですけども、ちゃんとこう気持ちはこうちゃんと一つのフレーズとして考えていくっていうのが大事です。でここのところですね、今2段目ミーレドっていう、ここの最後のドちゃんと収めてください、綺麗に。でここからまた改めてメロディーが始まりますね。レファソシラソって、ここでちょっと大きくなるんですけども、ここでメゾピアノになってますのでエコーのような感じで吹くといいと思います。次3段目なんですけども、ここラミファソレミ、ここのところ語りかけるようなような感じで吹くといいと思います。これ次も一緒ですね、ラミファソレミ、語りかける。でここにフェルマータがありまして、またここ最初のメロディーが始まります。最初のテーマですね。なので最初と同じようにいろいろアーティキュレーションはついてるんですけども、こう一つのフレーズのような感じで演奏してください。で途中のこちらですね、ここ最初のテーマの時とは違う和音が出てきます。ここのところはちゃんと和音を感じてみてください。でここ TEN って書いてあるのはこれテヌートという意味です。ちゃんとここの音を大事に長めに、ちょっと長めに吹いてください。でこのあとここから雰囲気を変えていきます。雰囲気を変える。でここのスラーの後、スタッカートが2つありますね。このスタッカートの前のスラーの終わり、この音は短くしてください。スタッカートの前の音はこう切っていく、短く、こういう感じで。スラーとスタッカートがちょっと連続しているので軽やかに吹くといいと思います。でここ今ピアノなんですけど、ここからちょっと可愛らしい感じで、可愛らしくずっとここら辺、そうですね。でここでちょっと曲の山場みたいなところが来ます。一番高い音が出てくるので、ドレミソファミレのこのソファミレ、ソーを音の響きをねちゃんと意識して演奏しましょう。で最後から2段目のところもまた最初のテーマが出てきます。ここですね、また改めてテーマを演奏して、ここ最後のところクレッシェンドして、ブリランテって書いてあるところ、ここ輝かしくっていう意味なのでキラキラした感じで演奏しましょう。このアクセントのついている音でこの曲の盛り上がりを意識しましょう。でもここのメゾピアノのところは忘れないように、でディミヌエンドしてピアノなので、ここの最後のドの音は
ちゃんと綺麗に収めましょう。雑にこう終わらないように。でまたクレッシェンドしてメゾフォルテになって、で最後はフォルテで終わると。でアクセントもついているので、ここは音の響きを大事にして演奏しましょう。ということでこの曲の解説でした。